どうぞ。委員長。町村君。自由民主党の町村信孝でございます。今日は外交を中心とした集中審議ということでございますので、そのことを私のこれまでの経験を踏まえながら質問させていただきますが、その前にですね、やっぱり一言、この今マニフェスト、この間の谷垣総裁の代表質問においても総理の施政方針演説に対してマニフェスト違反であるという話を総裁がいたしました。やっぱりそれに対する野田総理の答弁は私はどうしても納得理解ができないのであります。大きなマニフェスト項目、例えば消費税率は4年間据え置くとか、あるいは子ども手当は2万6000配るとか、あるいは普天間の県外移設とか、これはマニフェストの中でも大きな大きな柱であります。骨格であります。それを変える、それの大きな柱で皆さん方は政権を取られた。我々の失敗もたくさんあった。その大きな骨格を変えるときにはもう一度改めて新しいマニフェストを示して、国民の信頼を得る選挙をやってというのは民主主義のルールであって、これ当然のことじゃないでしょうか。政権を取れば何をやってもいいというのであれば、これもう国民がどうして政治のことを信頼するようになるでしょうか。今国民の信頼が失われている、政治に対する、また民主党政権に対する信頼が失われている、その根源はあれだけ約束した大きな政策を勝手に変えようとしているからだと私は考えますけれども、その点についての総理のお考えを伺います。野田佳彦内閣総理大臣。マニフェスト全体の検証については、中間検証という形で昨年の8月に党において実施をさせていただきました。でその中ですでに実証したもの、着手をしたもの、着手寸前のもの等々の整理をさせていただいております。でマニフェストを実現できなかった理由についてはいろいろ指摘をしました。いろいろリーマンショック後の経済の変化であるとかですね、ねじれ国会とか、一方で我々の見通しが甘かったことについても、これは真摯に反省をするという形で、検証をさせていただいております。で大きなマニフェストの項目はいろいろありますけれども、例えば子ども手当に関してはこれは2万6000円という形ではありませんけれども、一定額、今子どもに関する手当という形に児童手当の改正をやっておりますが、そういうことも含めて、あるいは農家の個別所得保障等々の実現をできたものもあります。で加えてできてないものもあることは、これは率直に申し上げましたが、我々の政権担当任期中に可能な限りですね、マニフェストで掲げたものを実現をしていくというのは基本的な姿勢でございますし、その選挙の暁にはその総括に対して国民のご判断をいただくものというふうに思います。町村君。あまりにも数多くの項目がね、この皆さんの示したマニフェストからほとんど×ですよ。丸つけていいのは多分高校の無償化、そしてあとはそうですね、農家の個別保障の一部ぐらいで、あとは全部×じゃないですか。だからその一つ一つについて私はやりませんけれども、その議論の中でですね、私は唖然とすることがあります。このマニフェストにも大きく書いてありますよ。7万円の年金最低保障、これがこの任期中の話ではないんだということを平然と言ってのける。そしてその資料、それを出さない。私だって持ってますよ、この資料。民主党って書いてあるんですよ、皆さん。これ民主党で、いやこれは理事会では別に配りません。だから皆さんには配りません。いいですか。3月30日付ですよ、去年の。これみんな持ってるんですよ。だからマスコミみんな報道してるんですよ。でこれについてまず伺いますけれども、そもそも試算があるのかないのか。今日の新聞見て驚きました。輿石幹事長はないと言っている。しかし岡田さんは当然あるという前提でいろんな話をしておられる。総理、この試算があるんですかないんですか、明確にお答えください。野田佳彦内閣総理大臣。
事実関係で申し上げますと、昨年、一体改革に関して、民主党の社会保障と税の抜本改革調査会で、議論を行っている際に、同調査会役員の要請に応じて、役員において設定した一定の過程の前提に従って、新年金制度の財政面での推移について、厚労省で試算を行い、同調査会役に提供をしたと、そういう事実はございます。委員長、町村君。したがって資料はあるということです。例えばそうですね、枝野官房長官、当時のね、今は経産大臣でいらっしゃる、当然ご存知ですよね。枝野経産大臣。最近の報道を承知をしておりますが、その時点で党においていろんな議論されているということの報告がございましたが、特段そこでの議論の状況についての報告がございませんでした。委員長、町村君。じゃあ古川さんは当時、調査会の筆頭副会長、当然ご存知ですね。今大臣のお立場でもありますけれども。古川元久国家戦略担当大臣。お答えいたします。先ほど総理からお話がございましたように、役員会の議論の中で、さまざまなですね、過程を置く中で、これは一つのやり方として検討してみようということはしました。しかしこれはですね、先ほど委員がお話ありましたマニフェストで約束しているのは、平成25年に新年規制の法案を出すと。で、法案を出すためにはですね、具体的な中身を詰めていかなければいけない。その中身を詰めていく議論を党内でやるためにですね、いくつかの過程で機械的に前提を置いてみたらどうなるかということで、役員の中だけでこれは共有したものであって、外に出たものではございません。町村君。要はあるということを言っておられるんですね。小宮山厚生労働大臣、当時は副大臣でした。当然この試算を厚労省から出てますから、年金局から、副大臣として当然当時ご存知でしたね。あるかないかだけおっしゃってください。小宮山陽子厚生労働大臣。その当時私は労働関係の方のラインの副大臣でございましたので、その副大臣の時点では知りませんでした。大臣になってからの説明の中で、今総理もおっしゃいましたように、その民主党の調査会から一定の過程を置いた上で試算をしてくれということで、厚労省はその実務をしたもので、その当時の試算はございます。町村君。要するにね、いろいろぐちゃぐちゃ言ってるけども、あるんですよ資料は。それを出さないんですよ。これまさに民主党のね、隠蔽体質そのものだと私はあえて申し上げます。いいですか。あれだけ情報公開と当時の自公政権に対していろいろと言っておられた皆さん方が、自分たちのことになると急に何も出さない、言わなくなる、おかしいでしょ。私はこうした隠蔽体質で、それで他方は教義だということのおかしさというものを国民の皆さんはまず感じておられる。隠蔽体質のもう一つの例が、これは原子力発電事故のこの関連の会議のまさに消えた議事録の問題です。これまた隠蔽体質そのものでしょ。今日の新聞を見ると、福島県の双葉町長がこれは政府の背任行為とまで言っている。そういう思いだと思いますよ。被災をされた方々、真剣な会議をやっていると思いきや、どんな議論しているかわからないんですから。私もかつて役人の端くれをやっておりました。末席で座っていてやることといえばですね、ひたすら会議の発言できないんだから、メモを取るのが仕事なんですよ。メモがあるに決まってるじゃないですか。絶対あるんですよ。それがないなんてことはありえないんですね。会議がよほど無内容であったか、あるいは切れた菅さんの発言がやたら乗っているか、あるいはそれが出ると民主党の無責任体制が全部バレて困るか、そのすべてかいずれかどれだか分かりませんけれども、あるいは政治主導という名のもとに事務方を入れないで誰もメモを取らなかったか、そのいずれかじゃないですか。これ一体どうなさるおつもりですか。特にですね、当時のこの公文書管理の担当大臣は枝野官房長官が兼ねておられたと。
いうことのようでありますけれども、ご存じないようですね。私は昨日確認しました。私は昼さかのぼって、総理は当時の枝野官房長官、あるいは海江田さん、あるいは菅さんを処分する、そのくらい重要なことなんです。これは後々しっかりと検証しなければ、今後の原発の安全性担保できないじゃないですか。これについて曖昧な形で決着することは絶対に許されませんよ。総理のご所見を伺います。野田佳彦内閣総理大臣。今の議事録の問題の前にちょっと資産の問題のちょっと扱いについて説明してよろしいですか。いやいや、結構です。いやいや、これはちょっと丁寧に説明しなければいけないと思いますので、ぜひ答弁をさせていただければ大変ありがたいというふうに思います。時間の無駄だからやめてください。じゃあ簡単に申し上げます。簡単に申し上げますけれども、資産は一定の人たちが参考研究のために使ったもので、それをもって新しい年金制度に向けて党の意思決定をしたわけではないわけであります。したがって党内でみんなで共有している数字ではありません。したがってその取り扱いどうするかということは、これいわゆる資産を隠滅隠蔽しているという話ではなくて、責任ある公表とはどういうことかということを今検討していると、そういう意味でぜひご理解をいただきたいというふうに思います。でその上で議事録の問題についてのお尋ねがございましたのでお答えをさせていただきますけれども、原子力災害対策本部の議事内容や決定事項は基本的には記者会見や報道発表で情報発信したところでありますが、ご指摘のとおりですね、震災直後の緊急事態にあったこと、あるいは記録を残すことの認識が不十分であったことのために、各本部の議事内容の一部あるいは全部が文書で随時記録されていなかったことは事実であって、誠に遺憾に思います。公文書管理法では議事録の作成まで求めているものではございませんけれども、事後も含めて行政組織の意思決定の過程や実績について文書作成が求められているところであります。加えて原子力災害対策本部における意思決定の過程や実績が把握できる文書の作成は、国民に対する説明を果たしていくという責務を果たすためにも極めて重要であります。このため1月の24日に原子力災害対策本部副本部長である枝野経産大臣から、同本部の事務局長である原子力安全保安委員長に対して関係省庁と協議しつつ、公文書管理法に基づき意思決定の過程及び実績が把握できる資料の整備公表を遅くとも2月中に行うように指示をいたしました。また原子力災害対策本部を含め東日本大震災に対応するために設置された会議等の議事内容の記録についても、1月27日朝の閣僚懇において岡田副総理から可能な限り迅速な対応がなされるよう指示がなされたところでございまして、これらの取り組みを通じまして政府としての責任を果たしていきたいというふうに考えております。町村君。枝野さんは当時文書管理 その責任者であるという意識がなかったんですね。今ね、後ろ向いてどうなってんだって言ってるんですから、この程度の認識なんです。でも私たちは福田内閣、私は官房長官でした。福田総理の見識でこの新しい公文書管理の法律を作りましたが、その折大変熱心に民主党の皆さん方から情報公開の基礎としての公文書管理ということを強く言われたんです。そして法案の修正までやったんです。その下の根もまさに乾かぬうちに皆さん方が政権を取ったらば、そんな法律あったんだっけ、自分が担当大臣だったんだっけという顔をされるから、なんといい加減なことかと思いますし、私はもう一度野田総理に伺いますけれども、当然必死になって資料を集めて議事概要議事録を作るのは当然の仕事ですよ。ただ責任はどうなるんですかということを私は聞いたんです。何ら責任を誰も取らないんですか。この無責任体質、隠蔽体質が国民の政治不信を呼ぶんですよ。どうぞ一体いかなる対応を取るのか、責任を取るのか、総理にもう一度質問します。野田佳彦内閣総理大臣。先ほどご答弁をさせていただいたとおりですね、しっかりと意思決定の過程や実績が把握できる資料の整備公表を2月中に行う、党等の取り組みによって責任を果たしていきたいというふうに思います。町村君。要するにこれについては誰も責任を取らないと、無責任体質そのもの、
これが今の野田内閣、民主党内閣の正確隠蔽体質そのものだということ。